一致いたします。はい、ということで、皆様お久しぶりでございます。ジンダハウスの動画です。ちょっと待って、え、待って待って、ジンダハウス更新しなさすぎだよね。年を越してもう1月とか2月なんですけども、ケイさんと太郎と一緒にお寿司を食べる動画があるんですけども、2022年の6月26日半年前です。動かさなすぎてごめんなさい。昨日の動画を農家にしたのであれば、こうやって語る動画は半年ぶりということで、だいぶ飽きましたね。ちょっとまあなんでこんな空いちゃったかっていう説明をしようと思うんですけども、スカイピースがね、本当にもう年内500万人を得るために必死でやってました。まあさらに大きいのが、うちのチャンネルってドライバーだとか、あの編集とかをね、いろいろ手伝ってくれるキーちゃんって子がいたんですけども、スカイメンバーに入ってしまったんです。ああ、なかなか編集する人いないんで、ちょっと動画も撮るのやめようっていうことでしてなかったです。ちなみにこの動画は誰が編集するんでしょう、わかんないです。僕あんま個人チャンネルの編集はしないつもりでいるんで、まあキイちゃんに土下座してお願いするか、たくまにお願いするのか、まあそれとも昔ね、たくまと寿司食べてたやつがあるんですけど、そのライオジにお願いするかちょっとわかんないんですけども、楽しみにしといてください。でですね、まあ、なんでですかと、半年ぶりに動いた理由、まあね、俺なかなか動かないよ。だってスカイピース今でもこういろいろやることあるし、まあ企画ねったりとか撮影とかもあったりするんですけど、これ動いたのすごいよ。昨日の動画でも分かったと思うんですけども、なんとポコチャ様からお仕事いただきました。撮ってきてくれてありがとう。ポコチャ様からお仕事来たんですよ、ジンダハウスに。ポコチャハマってるよっていうのを言ってて、やっぱリスナーさんからポコチャやってるのみたいなとか、あとね、ポコチャやってる方から DM 来たり、そんな大好きなポコチャさんからお仕事いただいたから、こうやってジンダハウスが久々に動いております。正直半年動いてないチャンネルはもうね、不安ですよ。ポコチャのお仕事の動画を出すために、うちのチャンネル盛り上げようかなとかも思ったんですけども、なかなか時間がなくてね、もう本当に嬉しい、いいの分かる、みんな本当にもう好きすぎてさ。いや、ちょっとごめんなさい、ポコチャの相方はちょっと後々にするんですけども、一旦ちょっとね、ご飯を食べていきたいと思います。で、今回ですね、僕が作るのがジンオリジナルの炭水化物ペッパー。前の家でね、食べる動画はやってたんですけど、この家だと初めてということで、画角がちょっと分かんない感じになってるんですけど、プレートですね。じゃあ早速ね、ちょっと作り方なんですけども、最初に肉を炒めると。で、肉を炒めて塩コショウで味付けしますよと。ご飯をボウルに入れて、バターとかニンニクチューブを混ぜておくと。あ、ちょっとキスの予定あるんで、ニンニクはなしでいくんですけど、ちょっと一旦オルカジュール脱ぎますね。すみません、オルカジュール可愛いんですけど、脱いでもオルカジュールです。油とか敷いてないけど大丈夫かな。着火。今回ですね、ちょっとなかなかいいお肉を買いました。こちらのお肉なんですけど、これね、そんなに量入ってないんですよ。けど、1500円。やばくない？いくぜ！うわー！すごい！はい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 。あー、めっちゃいい匂い、めっちゃいい匂い。最高すぎる。うわ、ちょっと肉少ないな、これ多分。ここで、肉を焼いたらば、こちら、バル投入。ちょっとマネージャーがね、手伝ってくれてるんで、ちょっと一緒にね、作っていこうと思うんで、ちょっと助手としてよろしくお願いします。はい、麺を茹でといてほしいです。パスタと、そば。すいません、お忙しでございます。さあ、バター。うわ、めっちゃ熱い。うわ、すげえ油だらけだ。で、持って、これが胡椒、塩。そしてこちらですね。塩胡椒ですね。塩と胡椒と塩胡椒を入れていきます。さてさてさて、ここから、あと米待ち。えぐえぐい。いや、てか、油えぐ。この米をこのボウルに入れます。はい、オッケー。はいはいはい、これね。あ、ここにバター入れるのか。あ、米にバター入れるのか、もしかして。危ねえ危ねえ、米にバター入れた。ちょいちょいちょい、ちょっとルパちゃん、バターを追加で。オーナー、ちょっと怒られる。ちょっと1個肉食べていい？いただきまーす。うまそうよ。うんふーんっていう人、カエル化になるらしいですよ。物食べた時にうんふーんって、美味しいって言わずにうんふーんっていう人、女子からするとだし、男子からするともうカエル化になるみたいな。最近すごいね、カエル化の話大好きでよく聞いちゃうんだよ。俺本当にカエル化を極めし男になってみたくて、車のこれカエル化になるらしいですと。なんかやっぱクールな人限定だと思うんだけど、こけた時もカエル化になると。あとなんだっけな、俺カエル化メモあるんだよ。あ、でもそれくらいだった。2個目投入しまーす。で、はい、こちらバターもここに入れていきまーす。混ぜて、ニンニクチューブはやめときましょう。俺本当に明日テオくんと撮影なんで、ニンニク臭いってテオくんに言われちゃうんでやめます。なんか俺ってニンニクをさ3倍くらいになってバーって匂いを放出するらしくて、で俺ニンニクの匂いマジで分かんないの。だからこそニンニクを食べないようにしようと思ってます。よし、ご飯来たんで入れますわ。じゃあ真ん中をここ置いて、ここに米を入れます。まず米3つ多かったな。
3つ多かったわ、すごい。で、ここに周りに肉を入れやって、うわ少ねえ肉。はい、こちら大事なの、まず塩かけて、胡椒を、塩胡椒だね、こちらですね、これをこう、これです、これです。コーン追加、結構ぽくなるんじゃない、ほら色とか出てめっちゃいいやん、色味出て、これサムネ映えするぞ。極めつけのネギ、めっちゃうまそうやん。うわ音えぐ、音よ音よ、完成です。炭水化物他のやつとかも入れてみたりしようかなと思うんですけども、これだけだと普通なんで、あのパスタだとかそばとか入れてね食べていこうかなと思うんですけど、一旦こちら完成でございます。え、ジンダーハウスってもっと入ってないの、ジンダーハウスの形なんて、こいちゃんこいちゃん、やべやべ、あーあああ OK です、頭を作るでしょう。ということで改めまして、ジンオリジナル料理の完成です。まあまだね、まだちょっとオリジナル要素ないんですけど、これからオリジナル要素出るんで、あの一旦ちょっと食べたいと思います。いただきます。はーい、こげこげうまっ、味濃っ、でもめっちゃ美味しい。ペッパーすごいね、これやっぱバターって何でも美味しいね。米と塩コショウだけど全然俺食えるかな。熱っ、汗かいてきた。ちょっと消しましょう、床暖房。俺基本的に床暖房、家についてるところに住んでるやつは嫌いですからね、僕。ということで本当に改めてなんですけど、ポコジャさん本当にありがとうございます。一回ちゃんとすいません、ちゃんとすいません、ありがとうございます。本当にね嬉しいんですわ。じゃあこれ言っていい、この全 YouTuber にもそうだし、この世の中の人たちにも言っておくんですけども、好きって仕事になんの、本当に幸せです、僕は。これまあお仕事なんで、料金もいただいてますけど、全部ポコちゃんに還元します。それくらい本当にありがたいことなんですけども、そもそもなんでポコちゃんにハマったかっていうと、ジンダーハウスの方で動画を撮らせてもらって紹介をするみたいなお仕事をさせていただいて、ポコちゃんを知るきっかけになって、その後に期間が空いて、こうしばらくした時に、やっぱ携帯にずっとアプリ入ってるんで、 YouTube ですごい疲れてベッドで横になりながらポコちゃんを開いてみたんですよ。いろんな配信者やってんだよ、なんかおすすめとか、男性ライバーとか女性ライバーだとか、なんかいろんなジャンルの人とかがいて、わもうすごいなみたいな、めっちゃ配信してるなってなって、特に選んだりとかもなく、こうポッて入ったらコメントしないんですよ。花川さんいらっしゃいみたいな、はじめましてですかみたいな、すごい話しかけてくれるなみたいな、入るとね花川さんが入りましたみたいな感じでなんかね出てくるんです。でそれでその配信者の人が気づいてくれて、でその時にね、すごい俺は疲れてたわけですね、やっぱり仕事で一生懸命コメント拾ってくれて、もう俺のコメントなんて乏しいですよ、掘ったことも言えん、初見ですこんばんはみたいな、もうそっちはもう5文字くらいしか送ってないのに、もう何文字で返してくれてんだ向こうは。あ、初見さんこんにちは、もうよかったらね何々してます、よろしくお願いしますみたいな、丁寧かっていうのでハマってきました。ほんと僕ちょっとほんと面白いのが、配信者のことをフォローしたりすると通知が来るんですね、携帯に。通知の来方がすごい独特で、〇〇さんが配信を始めて〇〇さんを招待していますよ、行かないとかなみたいな、行ってあげないとかなって思うようなね文面で送ってくる中ですごい上手なのよ。でももうそのまま顔出したら、あーまたいらっしゃいって言ってくれて、でそういうのがあって、こうだんだんポコちゃんにハマってったっていうね。でもう本当にポコちゃんで忙しくなっちゃったこともあってお風呂入る時とかも、配信つけたままお風呂入って聞いとくみたいな、もう相当聞きたいみたいな、全く意識してなかったんだけど、リスナーさん皆さんに言ってるんですけども、覚えてもらいたいじゃないですか。なんかその時の俺なりのそのアドバイスなんですけど、実際リスナーをしてて覚えてもらったからすごい分かるんですけど、やっぱ独特な名前とアイコンはめっちゃ大事で、俺花顔って名前だったんで、まず花顔って何って言われるんで、鼻のズームしてるこの画像をアイコンにしてるから、ああこの人かってすぐ分かってくれる、やっぱ印象がすごい強かったんですよね僕の名前。そんでもってすごいのが、僕ちょっとイベントがあるんですよ、もうそのイベントが本当にドラマチックなの。まあどこかの航空券をかけてたとか、どこかに出れるためのみたいな感じでこうランキング争いがあって応援とかしてたんですけど、イベント最終日くらいまでその人がずっと1位だったの。しかも大差で1位取れるやんって思って油断してたら、イベント締め日1時間くらい前から下の人がどんどん来てるみたいな。でもこっちもこっちで応援してるんだけど、なかなかうーんってなって、最後の最後で俺のめっちゃ推してた人が抜かされちゃったんすよ。でその時その配信者の人ももうへーって泣いたりしてて、でリスナーさんもよく頑張ったよみたいな、一つの映画を見てるような感じになってね、俺ももちろん応援してたからめっちゃ泣けてくるし、後悔したんだよね。大丈夫って思ってて気抜いてた自分がね、ちょっと悔しいみたいになって、俺それすごい悔しかったな。でもちょっと泣いたもん、本当にそれくらいねドラマがあって。でしかもそのイベントの何がいいかっていうと、もちろん配信者もねすごい頑張って毎日寝る時間も惜しんで配信したりとかした後に、やっぱりそれで抜かされちゃったってめっちゃ悔しいじゃん、全力でやってたの。でもやっぱりその中でリスナーさんのコメントがめっちゃあったかいよ、それが超良くて、あ励まし合いいい言葉、ちょっとね、あります、それなんかいい言葉、結果じゃないって、まあ頑張った過程がやっぱみんなでね、そう
頑張った過程が大事だよっていうのもね、こうリスナーさん同士でこう言って、でも配信者さんもありがとうって言って泣いてくれて、もうすごいドラマがあるとこなんです。そんなねところに僕は本当に救われてます。動画で忙しい時とかね、息抜きで見たりとか、俺がね編集辛いなと思って深夜3時も朝方4時とかその辺にね、さすがに配信してないかなと思って覗いたら配信してんすよ。頑張ってんすよ。俺が頑張ってる時も配信頑張ってんすよ。これ俺頑張るしかないよ。配信者さんによって違うかもしれないんですけど、すごい応援してたんですね。特典でこれくれたの。ほんとこれなんだ、上位3人くらいしかもらえないこのぬいぐるみ、めっちゃ俺の中で価値あるもの。可愛いのこれ、人気なのこのキャラクターが。スピーもも肉ですね、揚げていきます。はい、オッケー。でですね、来ました来ました、愛を語ってるうちにこのパスタ来たんで、次パスタで食べようかな。熱っ熱っ熱っ。感謝感謝祭がもう近いんですよね。まあこの動画上がってる頃にはもう終わってると思うんですけど、あ、すごいことになってるよ。あんな曲はこんな曲、ダンス始めた時からもう、あ、俺苦手だってすぐ分かったんだけど、ダンスより歌詞を覚えることの、その、熱っ熱すぎる、ちょっとマジで熱い、これこれ、マジでリアクション取ってなくですからね、この熱さ。昨日上がってる曲聴いてくれましたか？投稿日的にちょっとごっちゃになっちゃってるんですけども、まあ昨日実際に MV 上がってるんですけども、実際はあの今この後に MV を撮る予定なんですよ。なのでちょっと俺が未来に撮った MV が昨日上がってるっていうような不思議な感覚になってると思うんですけども、めちゃめちゃこだわりました。やっぱりまずトラックメーカーはココロビーツって言って、俺が昔から大好きなトラックメーカーの人に今回お願いして、でそっから自分がね、ポコちゃんのあるあるソングとか、なんかリスナーからの目線みたいな気持ちでね曲を作ったんですけど、本当にめっちゃ意識してるのはキャッチーなのを意識した。まずサビ、あいうえおかえりですよ。その後何来るか、かきくけこかきくけ今度またおいで。これリスナーさん目線です。そういうようなね、2つの目線でね変えたりとかしてるので、ぜひ皆さんたくさん拡散してください。わあ、でもこれからちょっと MV 撮るんだけど、なんと今回ですね、その MV を撮るのをオフショ回します。なんでオフショ回すか、まあいつも MV だったら俺が一人でね地味に撮ってるんですけども、今回気合い入れました。ダンサーさんも、まあ、いつもお願いしてるシュンボーと、シュンボーの友達のダンサーさんを呼んで、俺含めて3人で踊ります。すごくない？でしかもプラスね、照明さんも呼んでます。呼んだことない、俺照明さんなんて。ちょっとどんな感じなのかまだわかんないんですけども、ちょっと照明さんも入れてね、ダンサーさんも入れて、ちょっとがっつり楽しい感じでね、この後にオフショが乗るんでね、ぜひ見てください。そしてパスタを入れます。よっ、うわーすげー、バターとねパスタの相性も最高なんだよな。ショート、いただきます。こういうおそ松の料理が一番うまい。あとついにね、あのスカイピースの方でも YouTube ショートを上げたんですよ。見てくれましたか？ジンダーハウスでも別に上げてもいいのかなと思ってやってみて分かったけど、すごい気軽なんだよね。まあこのチャンネルが本当に半年ぶりとかなんですけど、それが上がるまでは割とね大食い企画やってたんですよ。一つポシャった企画がありまして、これキーちゃんに途中まで編集してもらってたんだけど、俺が嫌いなものだけを食べ続けるっていう動画を撮ってたんだけど結局あとちょっとのところで本当に魅力のないものを食べすぎて本当にやる気なくなっちゃって、で結局その動画ポシャったっていうね。食べる動画って需要ありますかね皆さん。なんかあるんだったらちょっとやっていこうかなとも思うんですけど、これをきっかけにね、いただいたきっかけをね糧に、ということで最後の一口いただきたいと思います。うわー、油テコテコだ。はい、パン、えこれから PV 撮影になります。なんでちょっとあのオフショーをちょっとだけ回そうかなと思うので、ボケとかを考えてる暇とかないので、あの本当にただただ俺がダンス練習してドギマギしてる絵になるかもしれないんですけども、ぜひ見てみてください。ごちそうさまでした。練習してたからな、めっちゃ。まあまあまあ、いけてますわ、何回か。わ、すごっ、うわ、絶対こっちもこんなガチなんだ。すごい、家でこれできるの、すごっ。ということで、これから MV 撮影本番です。ちょっと待って、家のあれじゃないのよ、これとかさ、ほら。
すごくないこれ。家の照明じゃないぜ。ということでですね、これだけね、すごいところだと俺一人でちょっとダンスするんじゃちょっとやっぱ役不足かなということで、このお二人に来てもらいました。どうぞ。どうしようでーす。お願いします。こんにちは、ピスタチオです。お願いします。芸人さん芸人さんですか。ピスタチオはもう武道館も一緒に踊って、セクシーダンスフロアであのバスケの嬉しいよ、ここで会えて。そしてですね、後ろのめちゃめちゃ素晴らしい照明をしてくださった照明の方です。どうぞ。本当にあのこの MV を作るにあたってやっぱ照明さん欲しいなと思って、ただしかし僕のつって照明さんいないんですよ。 Twitter で照明さんって検索かけたら素晴らしい照明の方に、そしたらもうすごい、もうだってもうめっちゃ何日までしたっけ、3日前、すいませんもっともっと早い時期に皆さんを呼びます、ちゃんと別の時に。ちなみに今日撮ってくれるコン君は今日カメラマンをすることを知りました。このメンバーで、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ早速よろしくお願いします。いきますよ。ファイシェファイシェッ。すごい。一回すごい、一回練習しよう。よし、オッケー。はい、一番好きやった。俺が入ってないやろ。いきますよ。はい、じゃあ、めっちゃ見せた。はい、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 どうですか。素晴らしい。素晴らしい。素晴らしいでしょ、これ。もう即興で集まったメンバーと思えないくらい。うわぁ、プロ同士のお疲れ様でした。まあ、これを何パターンも撮っていきます。いいのでは。こちら紹介。はい。怖いんじゃないですか。はい、次シンボウ。オーケーさん。やい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 や。めっちゃいいやん。めっちゃ良かった。後ろの止まってんのめっちゃいい。今フィーリングで合わせたね。そう。おお。めっちゃいい。サビパート終了です。あ、サビパート。サビパート終了です。まあまああとはまあ俺がちょっとリップシーンで全体歌ったりとか、まあそんな激しいやつ。ありがとうございました。ダガシャスカさん。ありがとう。ありがとうございます。いや、めちゃめちゃ良かったよね。めっちゃいい。楽しみ。楽しみでしょ。めっちゃ楽しみ。編集頑張ろう俺。あ、人探が俺編集しますよ、バッチリと。まあ、ということでピスタチオとシンボウでした。ありがとうございました。はい、オッケー、ありがとう。うめえ。じゃあ次そのまま遠めちゃいますか。ということでクランクアップです。ありがとうございました。ご協力いただきまして、ということで、ポコチャあるあるの MV、楽しみにしておいてくださいと言いつつも、このオフィシャルが上がってる時にはもう出てます。すごかったでしょ。